どっちがいいですか。あ、もうね、あの宮さんお願いします。もうハゲさんがエントリーしちゃってあるんで、うん、じゃあ、あ、ムネオくんは今日キャラどうします？ X さが、じゃあ、あ、ちなみに1と2どっちが好きですか？1と2で、チャボーズさんは2にしよう。サガットだからね。あ、なるほど、いいでしょ、この決め方はいい。リュウは何体かな。リュウは山本さん、さんと山本さん、山本さんチュンリーチュンリー、はリュウいねえや。リュウ珍しいな。中島さん何なんだろう。ガイル、中島さんガイルだ。じゃあガイル使いは、そうね、ガイルも1体だけかな。バルログが2体なんで、バルログ、エクスパーがいるからリュウはあれ。あ、そうですね。エクスパーさん 1と2番どっちが好きですか？今やってる、うん、破天荒さん、破天荒さん、お、ありがとうございます。数字で1番と2番どっちが好きですか？1番で、ありがとうございます。もうね、同じキャラを取っていって、同じキャラ2体いましたら1か2を勝手に決めるスタイルで。あ、小江戸さんと友田さん、友田さん、1番と2番どっちが好きですか？数字2番、いいね、これいいな。アベビン方式、同じキャラがいたら1か2を答えてもらうだけ。まあバランスはいいですよね。いるキャラは一緒なんだけど、お茶丸さんときなこん2番、ビビアン数太郎が2、お茶丸さんが1、キャミーは1体、あ、トネピン何出てるんだろう。あ、じゃあ、あれだ、ハクさんかトネピンに1かに聞いてもらいましょう。ハクさんいます？強制くじ引き良くないですか？まあまあでしょうかね。ちょっと斜めで、ロード君今日はキャラは、あ、もうちょっと何、いや本当好きなキャラでちゃちゃっと、それでワンピーかツーピーか決まっちゃうんですよ。どれがいいでしょう。 S 剣行く、そしたらヌルポガ君と別れることになるの。ハク君が2番、ちょっと待ってね。アクさんが2番で、これ1番。サガト。エスケ出ちゃおうか。な。で、1番か2番どっちがいい？どっちが強いってわけじゃないんだ。分かってますよ。表。じゃあ数字の100って書いてあるのが表1、はい、1、ウラケニさんと、
さあもうそろ決まりますね。あ、宮さん、本田でいいですか。本田でいい？本田でいいですか。あ、宮さん、1が OK、1か2どっちか好き、1でよかったら丸、2にしましょう。ニコニコの2で。じゃあ僕は1にして、あとはかぶってない人が剣と杉さんはガイル？中島さん、中島さんと杉さん今近くにいらっしゃいました。あ、杉さんどっちがいいですか？1と2。1。いい決め方じゃないですかね。だってまず均等なんですよ。同じキャラがいたら1か2に分かれちゃう。で、あとは志野さんと長州さんと山本さんと、あ、じゃあもう独断。しおさん1と2どっちがいいですか。 1しましょう。長州さん1か2どっちが好き。はい、いや長州さんは、長州さんいないかい？1。決まりかな？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,10 決まりました。1と2、12ずつになってます。ニアさんお金もらってないだけで。あ、そうですね。じゃあ今近くにいる方でいいですね。もう時間がねないんで、じゃあちょっと決めちゃいますよ。ちなみにチャボーズさんは2、シノさん1。あ、じゃあちょっとシノさん、チャボーズさんと 1P2P のじゃんけんしてもらっていいですか。誰ですか。チャボーズさんそこ座ってます。じゃんけんで 1P2P、 ええ、もうねチーム関係なくじゃんけん。チャボーズさん 1P、 チャポーズさんが 1P ってことは 2P のが 1P。
さあこれでちょっとラストゲームかな。あ、コメント見れましたね、ありがとうございます。皆さんちょっと押してますんで、今日人数も多く帰り間に合わない方も多分出てきちゃうと思うので、これラスト試合でお願いします。の試合も一旦これでラストでお願いします。どの試合もラストでお願いします。で読み上げます。今ね、今私の実況側のなんだろう、カメラが置いてある配信台で、茶坊主さん、サガット座ってます。そちらがですね、1P になります。今 1P にいる茶坊主さん側のプレイヤー読み上げます。言ってくださいね。ビビアン・スータローさん、ヌルポガー君、エクスパーさん、まあ、茶坊主さんね、山本さん、ハクさん、これはクレジンさん、カワシム、トモザさん、バイパーさん、中島さん、ニーヤさんです。もう私がじゃない方、今ですね座ってない方ですね、バイソンがワーって言ってる方です。読み上げます。瀬尾さん、僕アベビン、篠本田さん、破天荒さん、長州さん、お茶丸さん、裏毛にさん、中野さん、宗男さん、くんって呼んじゃうけどね、ロードくん、小江戸さん、杉さんでお願いします。わからない人いたら聞きに来てください。もうこれ試合最後にしてくださいね。これなんか清書しますか。一応ね、これはね1がついてるのが 2P で、ね、うん、そうですね。で、そうですね。あ、ヌルポガクは裏毛にさんと別れたんで、もし当たったら面白いよね。余裕でしょ。ね。あ、ダメだね。とんでもねえな、あの組み合わせ。あ、これ順番どうします？先方固定とかにします。ね。どうする？じゃあ、各 1P、2P とも、ちょっと、皆さんまとまってくださいね。もう波動拳とか昇竜拳とか聞こえてるのはおかしいと思うんですけど、ね、そんな長くないんで、99秒、まあ、疎通内だったら息止めててもなんとかいけると思うんですけど、で、先方だけ固定で、あとはかぶせで、ちゃちゃっとやっちゃう感じで。ハゲさんの提案ですので、1キャラ1キャラでいいですよね。うん、いや長くなると思います。うん、ねね、引っ張れないです。まあその銃の下に右左で書いとくか、一番上の NVC キャラ固定で、はい、ちょっとまとまって先方だけ決めてもらっていいですか。先方決めしてから2番目からはかぶせでお願いします。ブランカいないですね、珍しいですね。ブランカもいなければ
さあ、フェイロンも DJ もいませんね。あ、ザンギがいないって珍しくないですか。まあ、こっち僕は向こうの 2P の方のチームなんですけど、ね、1P 側に集まってる方はもう超まとまってる感じするんですけど、どうでしょう、決まりますかね。セポ決まりました。トモさん決まりました。さあもうそろ始まりますんで、先方だけ最初決めてください。決まったら、東西、エクスパ東西線と同じ、バーサスと同じ、うんうん、そう、あ、ゆうべがさんが来ました。そう、皆さん、ゆうべがだけは殺せ、殺せるかっていう話ですよね。分かってますよ、そういうことでしょ。トネピー、ちょっとそっち決まってますか。瀬尾さん、説法決まってます。誰でもいいんですよ、先出し誰かしてもらって俺が出たいでもいいんですよ。はい、あとはかぶせなんで、先方だけ誰でもいいんで、こっちでもあっちでも決めてください。あ、はい、ニアさんと、はい、友田さん100円ください。はい、ニアさん100円ください。さあもうちょっと10時回ってしまいまして、始まっちゃいますね。カシム、あれ、お茶丸さん今日は、あ、エントリー、あの、ホンダでしてます。うん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 、ホンダでですね、まだ行きましょうか、僕が、あ、僕っていうかマイクやってるから、あの、お茶丸さん、ちょっとこっち来てもらっていいですか。あの、ちょっと僕進めて、ニアさんちょっと手伝ってもらっていいですか。僕は、ワンピー決まりました。じゃあツーピーは決まりました。決まりました。ユーベガさんどうしよう。ユーベガさんは大将と戦う。うん、じゃあユーベガさんとハゲさんじゃんけんして、勝った方が1、負けたら2、どっちでもいいからね、勝った方が1。 OK、 ユーベガさん、ユーベガさん、そう、ユーベガさんが DJ 使うと UDJ じゃなくユーベガ DJ になっちゃうからね。じゃあ僕が代わりにユーベガさんになる。ユーベガさんが竜使ってもユーベガ竜、
最初枠いきます。そうそう、で勝った方がどっちにしても 1P、 負けた方が 2P ね。最初枠じゃんけんぽい。ゆうべがゲット、そうですね。さあこれでね、もしね、瀬尾くんとゆうべがさん当たるとかも面白いし、まあ僕ともしゆうべがさん当たってもあれだしね。出ます、はい。あとはですね、あまり波動拳とか向こう行ってないようにお願いしますよ。でみんな囲んでるとこでありますので、 でこのルール先方以外はかぶせでいきますんで、そうサクッと決めましょう。じゃあ行きましょうか。じゃあ、はい、行きますよ。はい、じゃあ9月15日土曜日、イキャラです。今日はイキャラです。はい、じゃあ、ね、先方の方、はい、座ってください。1P は山本さん、はい、2P お茶丸くん、やっていきましょう。はい、ニュートン MVC 今回東西戦よろしくお願いします。絶妙の角度ですよ。人がちょうど映んないやつ、人映んないです、うん、画面がないって。いや画面ちゃんと、いや何 あれがダメなの今。あ、出せないんですよ、中野ロイヤル。さあこれは、はい、ここを見てると結構難しいですね。いや、心の目で、心の目があれば、はい、さあなんとなくですが、うわ、5分ぐらい、あ、そう、見え、これは難易度高い。はい、お茶丸さんに山本さんですね。さあ、いきますね、中が入って、まあ、削る、削る、あ、もうかぶせ、うん、だもう、もう、さあ、もう負けた方はですね、もうすぐあのステージ変わる前に、ワンラウンド取る前にですね決めていただきたいと思います。さあ、相打ち定員のニア、さあ、投げにおいちょかく。さあこっちからちょっと見にくいんですけど、今体力的にはそうチュンリー5分ぐらいですかね。さあ、おいしょが入って、どうすんのここから。アベビンさんああいう時どうすんの、んエントリー、アベビンさん、おいちょの後チュンリーにどうするます、結構やることないなっていつも僕思っちゃうんですけど。あ、ないけど、まあ勝てばいいですね。何します、なんか気持ちでやる、おいちょの後は百列も割られるし、割られる割られるね、チュンリの様、うん、天照客も割られるし、そう、おっと、これはヌルポガーさんかな、うん、のですね、S 剣ですね。アントビになるような中キックで飛ぶとか、天照出しても当たんないってことね、はい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 、それができないとちょっと様子見つつ百列のちょっと切られないようなタイミングで出すとか。なるほどね。さあ、飛んでしまったよ。ちょっと角度がマイルドになったみたいですね。あ、はい、さあ、うまい、余計今のって S 剣がなんか出してたら、あ、そうですね、絶対。あ、でもどうなんでしょう、 S 剣だと下に弱いから潜っちゃえば張り手相打ちになったりするんですかね、まあ、微妙にするかもしれませんね。 X とかの龍剣だともう全然ダメじゃないですか、はい、そうですね、張り手もうほぼ潰されちゃうじゃないですか。 1P は
マフィアヌルポガさんの X 剣。さあヌルポガ君はこのホンダには絶対勝たないといけない。さあいい飛びが入って、あーこれ反省だな。まあちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、でもまあこういうこともあります、はい、スト2だから。なぜならこれはちょっと反省、これは 誰出しますかね。そうね、チャ、罰とかだけつけてね、罰はしてますね。チャボか、チャボか。さあお茶丸さんは2連勝、幸先いいですね。チャボか、そうね、まあキャラ倒せなんで、そうやっぱりこうありなキャラと、あともうガンガン勝っちゃうっていうのもありですよね。まあね、強い人が出てきて、エクスパーが、はい、開幕飛んできましたけどね、やる気満々ですね、はい、そうなんです。20万対0なんです、 SK とホンダは。でも20万年に1回勝てればっていうのを僕最初に、ね、あれダイヤは年なのそうそう、20万対0はね、まあ、20万年に1回割とあるね。なんかエクスパやられてる、あ、なんかいいですね。お茶丸さん動き良くないですか。お茶丸さんいいですよ、全日本相撲協会にも入っていただいて。 あれ何あり、あり作戦あり、あ、なんか当たってる、運がいい、分かんなくなった。上世昇竜、さあこれやると思ったけど ね、昇竜も絶対大昇竜出すと思ったけど ね、100% 出すでしょあんなん。さあ見にくいけど画面越しの皆さん、さあでもまあね、なんか割とエクスパーさんっていうので分かりますよね、おなじみの方は。割ともういじんなくても大丈夫感あるよ、はい、うん、さあいい足払いが入って大丈夫です。これを見てる人はスト2分かってる人しかいないので、はい、大丈夫です。ライトリフレクション、そうですな、これエクスパーでしょ、エクスパーじゃねえ、これエクスゲーマーさんでしょ。あ、こんばんは。この英語のコメント、ね、いつもありがとうございます。まあ光は映ってるけど、気持ちで、いやさっきのね、ちょっとDon't see, feel. 大昇竜でやられちゃったからね。誰ですかこれは。あ、ロード君いっちゃう？ねえ、これ阿部敏先生リーダーだから阿部敏先生決めてくださいよ。じゃあロード君いっちゃうか。ロード行けって、ロード行けって、ロード行けって。こっちへ。はよはよ。SK、SK、SK。まあ別に入るときに決めればいいんじゃないですか。うん、ほら、ヌルポガ君も前に出たし、キャラ決まってるんですよね、一応決まってます、多分、うん、今のは冗談だけど、まあ決まってます。さああれ宗男が見てるぞ、宗男君が見てる、宗男が見てるぞ。宗男君は今日は X 下がったで参戦です。そうですね、まあ宗男さんもなんかこう、はい、姿を見る前は、姿を見なくなる直前は結構 X 下型使ってた記憶がありますね。そうです、はい、ヘイとか大岡でも使ってましたよ。で、僕はね、おっと珍しいキックが出た。あれなんですよ、宗男くんの、そう、ちょっとごめんなさい、はい、竜、サブキャラの竜も色してます。へえ、色かぶせは僕得意な。あ、そうなんだ。エクスパーと同じ色です。へえ、はい、さあロードさんっていう声が燃えましたけどこれ、まあ、結構なんかこういうなんかわちゃわちゃにしてくんのって、はい、エッサガとしてもちょっとめんどくさいですよねちゃんとやってくれた方がなんか、まあ、そうこっちもちゃんとやるかみたいになるけど、こうわちゃわちゃしてるとなんかマジ人間対人間になるんで。ああ、なんか勝利出てないけど。そう、あれ、これはちょっと、もうなんか反省だな。人間対人間に、ああ、ほら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 、根元からじゃない昇竜が当たって。阿部敏先生、次誰行かせますか。ハゲさん行きましょうか。ハゲさん行っちゃいますか、はい、じゃあダルシムだそうです。今日は天一さん、はい、ダルシムだそうです。イエス、まあね、そう、反対側にはね、ゆうべがさんっていう強い、いや、We can not see かもしれんけど、取ったので、ハゲさんはどのキャラ取ってもいいっていう、I can see です、ね、I can。 さあ、これね、まあ、確かにワンピー側の体力は若干見にくいが、はい、見れる。っていうか、体力見えなくても分かるでしょ、これ、ね、雰囲気で。皆さんまあ知ってると思うんですけど、エクスパーさんもともとダルシムですよね。でもダルシム大嫌いってね、
まあバルログもっと大嫌いって言ってますけど、なんかね強すぎるからね嫌だとか言ってね何を言ってるんだって話ですけどねまあそう強すぎるように使ってたことがあるかという話になってくるんでそう、あでもインフェルノよく見てましたよ。うん、まあ出したいインフェルノはまあみたいな、でも出せるだけすごいです、まあ、無限君も出すしみたいなそういう話になってくる、はい、さあ竜巻しか打ってないとこの男、竜巻結構ね、結構性格悪い動きするんでね、エクスパーの竜ってそう対応できないだろうみたいなのを悟ったらもうそれしかしなくなるとか結構あるんで、そうさあこれこれでしょうか、ね、そうこれ悟りましたよエクスパーが、線を引いたんだあいつはっつってそうスラムダンクですね、そうですね、線を引いたんだあいつはっつって竜巻が対応できないってなっつって、ね、そうゾーンとかではないっす ね、 すねスラムダンクはね、はい、あーっとなんか顔できてるハグさんちょっとプレッシャーかな、まあ、ちょっと負けてるのはあーあーやっちゃったやっちゃった、あーこれわー竜巻しかやってないぐらいの感じ、竜巻しかやってなかったですね、あったね。さあじゃあ罰つけときましょうか、罰つけときますか、どこ行ったあれ、ペンどこ行ったんですか、赤ペンどこ行った、赤ペン持ってってましたね、さあ戻ってくる気だったこの男赤さあどうしよう僕が決めんの、うん、そう杉さん今日はガエルでしょう、ね、多分ガエルだよね、はい、やるしかないよね、やっていただきましょう、やりましょう、はい、やりましょう杉さん、僕は初めから狙ってました、ハゲさんがこの赤ペンつける用のマーカーを、はい、席まで持ってってたので、ね、もうこれは戻ってくる気だったということで、ね、フラグってやつですか、うん、残してきたっつってあえて、さあそうさあいいぞ、今回は杉さんがきっちりいきそうな気がするよ、お竜巻おじさんから、竜巻からうん、やりたいやつ、ね、いや、やりたいやつ、味しめたな、もう一回かな、あ、真空が来たんで今度は真空だと思います、はい、次出るよ、はい、あー、まあまあまあ1ドットで十分いきますね、杉さんいきますね、杉さん、あー、わかんなくなった、竜巻か、竜巻はい、しゃがないで返した、まあ、でもあれ、小竜巻だったらあれ分かんなかったっすよ、あ、うん、使ってね、そう、中かなんかだったから今使って勝負が投げてるのもね、台ではないのは確か、あと、なんか珍しいヒット、アンタビはないよ、でもエクスパーさんも、あさあ、ここからお、ガードしてる、こしゃくのやつ、そう、こういうとこはね、ガードなんです、エクスパーペースだな、まあ、これはもう厳しいですね、さあ今のはね、最後の足払いはセットかなんか、はい、あそこだけ見てたら超うまい人ですよ、そうですよね、はい、いやあとね、なんか端ぐらいの時は結構おとなしいんですよね、ああ、分かる、そうそう、なんか割とちゃんと波動拳打ってきたりしてて、開幕ぐらいになると急になんか人が変わる、おもう一丁、お竜巻おじさん読めてる、さあ竜巻おじさん読めてたら空中投げが一番いいのかな、はい、まあ 2P 側もね、あエクスパーだけにはさあ勝たせちゃいけない、おさあ繋がってる、あー中足うまい、あーおーわーおー、杉ちゃんがやられましたけど我々どうしますか、どうしましょう、これはいろいろあるけれど、おはい、はい、宗男先生、OK、いいです、出番ですね、宗男先生が立候補したんで、ね、さあまあ復帰戦といっても過言ではありませんね、何年ぶりなんだよ、人知れずゲーセンに来てたわけではない、本当に久しぶり、ほぼ本当に久しぶりです、ね、みんな噂だけはしてて、一気にその噂が胸を下がっときましたね、ラブコールが募って、さあこの下がっとは胸を X 下がっと来ましたよ、きっちりしてますからね、1時代を築いた人、はい、うまいうまいうまい、これだな、これですね、あーうまい、はい、あーこしゃくな、さあでももう削りで終わりでしょ、おっとスパコンでジェノサイド、おっとわかんなくなってきた、
わかんなくなってきた。危ない。あ、危なかった。やりすぎた。おーのーの素振りをしてますね。おーのーの素振りしてましたか。はい。お、さあ確かにボーナスステージの外人ね。でもあれ日本人説ありますからね、壊されてるの。あの時のこう 反日感情があるから、あれは壊されてるのは、そう、日本車っていうね。はい、そうだから多分持ってる人も、まあ、当時の、おお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 っと、惜しい。さあいい試合になってますよ。胸をどうだ。まあ向こうで言うね、はい、X ゲーマープレミアム会員じゃんすげえ勝手に X ゲーマーということにしているが、もうこれは地獄の、いや、うまいな、うまいね、うま、いや冷静。はい、さあ先ほどこっからなんか死にかけたけど、胸をどうする。ほっとく、ほっとく説。ああ、それもありですね。わあ、すごいことやってる。アパーかー、最強のアパーが、遅らせアパーで出せれば ね、はい、で肩で叩けるんで、ね、さあ、ワンピー側は誰がリーダーなんですか。これね、ワンピー側誰がリーダーなの。これ川島さん、誰と誰で分けたの。あ、一応川島と瀬尾くんがパパッと目についたんで、ね、じゃあ川島さんが指名しますか。そうですね、立候補があればそれでもいいけど。あ、逆に中島さんガエルとか面白いんじゃないですか。それか龍はねえ、いや、これダルシムでしょダルシム、いや、ダルシムでいいじゃん。クレディンさんでいいじゃん、うん、ね、そう、お互いね、噛み合うっていうか、うまくいってればいい試合ですよ、間違いないですね。強キャラですからね。さあ、中島さんに行けと言いましたね。おわ、なんか開幕やる気を見せた。さあこれ冷静な胸尾が見れれば、さあ上下上下打っていって、はい、うん、ちょっと厳しい。中島さんもうまいけどね、これは踏ませて、そう打って落とす系の動きはやっぱり宗男君ね、きっちりだと思うんです。はい、あーっと、はい、ショーバットに、正体が相打ちされて体力、あー、さあうまい、しゃがだい、どうする、わかんない。さあ飛んできたら終わりだぞ、こえー、あー、うわー、ガードして、何もないよ、スパコンだよ、相打ち、はい、相打ち、ね、いい試合になったでしょ。危なかったね。そう、お、飛んでやる気、お、これはもう、お、大パネ潰して、そう、潰し、いいですね。あ、しっかりこれは読めてるか。これは厳しいですね。うまい、そう、助かりに大パンもやるっていく。お、そう、ほら逆転、先ほどはこっから、この動きはちょっと処理入れない、ね、厳しい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 、アパカだったんだ、しかも言うのね、出なかった。もし入ってたら0ドットぐらいまでなってたかもしれない。さあなんかいい試合をしている。さあ飛ぶぞ、お、サブが入り、いろいろ振って、はい、うわー、あげない、あいあいあい、はい、我々どうします、どうしましょう。ガエルにかぶせられる人いないですけど、破天荒さん行きましょうか。はい、堅実な、はいね、ダルシムがいないですね。はい、もうさあ破天荒さんが、はい、僕のご指名飛んで、さあそうですね、さっきの宗男戦でようやっとじゃないですけど本調子を中島さんも取り戻してきたのか。うまい、さあいい動き、
しゃがないぐるさあ、まだ分からんぞ。まあ、でも体力がちょっとね、もう大パンで死んじゃうか知らない。はい、あーセーフ、ありがとうソニック。ね、でもこれちょっとわかんないですよ。吸収しましたね。近づきすぎるとね、ダブルサマーがねあるんでね、はい、ちょっともう行くに、ね、行くに行けない。時間がない。あ、これは飛んできた。これは飛んできたぞ。トネピー、これはちょっとツーピーがまずい感じじゃないですか。どうしますかね、我々。はい、まあ、はい、アベビンさんに頑張ってもらいましょう。はい、飛んで、左足。それうまいよ。飛ぶ、間に合わない。飛ぶ、ドンピシャで飛んでるぞ。ね、エスキャラっぽいね、先端が強いやつみたいな。もう、どうする、のらりくらり行く。お、さあ、ここで吐くか。さあ、天功さんはスパコン大事に当てたい。当てたい。大事。まあ、勝てたんで OK。 ただ大事にああいう時は使っていただきたいですね。さあ、これは中島ガエルが押してるが、押し返す、飛んで、うー、サマーを狙ってったっぽいですけどね、今ね、なんか。さあ、これはスタブでドンピシャからめくって投げる。はい、画面端ちゃんと投げて、うわー下がる、うん、正解かもしれませんね。竜巻は相打ち、いていて、OK ですね、いていて、龍が OK ですね。お、飛びが、真空打たない、打っていった。さあ、破天荒さん、そこはね、でも勉強しましょうね。下がって波動拳、はい、よく勝利しました。さあ、これはどうするんですかね、ワンピーチ。篠さん、破天荒さんに真空はもうちょっと大事に使うようにアドバイス今後のアドバイスを。さあ、ダルシムが、クレジンさんのダルシム、ハックさん。さあ、さあ、あっ、昇龍これは投げてフレイム当たらない、はい、しっかり対空2段まであれは確ですよね。大キック浮いて竜巻はガードからしっかり、あぶん、おっと、避ける、高いか、お、いいぞ、いい反応、スライディングから、はい、竜巻でどっか行っちゃう、ここ、うわかんない当たりに行ってしまった。まあ今も運が良ければドリルが勝つんでね。はい、あーっと、引っかかってしまって、下段がどう、しっかり、でも画面端きついぞ。そうですね、結構まあここからこういうね、壊しに来るんで、はい、どうせそんなことするんだろうみたいな心の余裕は大事。これどうですか、体力的には。いや、もう全然ダルシムです ね半分と、あと1割、はい、半分もねえか。あー、分かんなくなった。そう、あのね、ちょっと遠めのね、中ゴスがいいんですよね。そう、投げ返されないやつね。はい、投げ返しすぐ吸いますからね。グレージンさんがやられてしまった。やりました。誰を出すんだ、ハクさんかな。あ、バルログもいるだろ。バルログもチャモズさんもありと思うよ。バルログおるやろ、バルログが。バルログおるやろ、バルログ。シャボーズさんがいいと思いますよ。でも僕的には バルログが来ました。バルログさっき来ましたね、はい、だって結構ほら、瀬尾さんとアベビンさんと篠本田さんと、はい、長州さんとかほら、結構バルログ行くみたいなキャラが多いじゃないですか。バイソンとかね、はい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 、ホンダとかそういうのが多いんで、ベガもねちょっと行きづらい、バルログ、っていうのはあると、ちょっとここが一番生き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 するぞ。さあ、さあ、かくらない。そう、ザンギもいない、DJ もいない、今日はフェイロンもいない。今日はなんかこう、配信ができる台がよくわかんないんですけど、まあ、使えないということで、急遽ウェブカメラで直撮りということになっております。さあ、いい竜巻、まあ、知ってる人は少ないかもしれないけど、闘魂さんが中野ロイヤルでやってた時はこんな感じでやってた。いいですね、闘魂さんのね、やってましたよね、はい、そう、なんとか、はい、そう。さあ、そう、ノートパソコンね、今ニーヤさんが
これは昇龍、破天荒さんが1ラウンド取っているが、はい、どっか行っちゃう、はい、どっか行っちゃう。でも体力リードしてるのでそこやる、やりに行く、はい、さあうまく当たってゴロゴロがちょっとゴロゴロ、あーゴロゴロ2回目、ああいうところで体力 リードしてるからなとか思わないよね、はい。今コメントいただきました。トネピで続けててください。今来たけど自家通りってね。今それにお答えしたんです。ですね、はい、さっき、はい。文字が太いんで。どっか行っちゃう。来る。さあこれは当たるでしょう。来る。来ますね。積極的に表してきますね。はい、ああどっか行っちゃう。投げ、あと中5下がって悪くないぞ。スーパーコーンさえ食らわなければ。うん、投げる。あさあトネピーのメインキャラはキャミーですね。さあ誰出すんでしょうか。チャボ、ハク、カワシム、ユーベガ、トモザ、バイパー、ニーヤ、ニーヤがいますねっつって電車やばいんで帰ります。はい、はい、電車がさあ誰が出るんでしょうか。帰ります。しゅんさん、ハクさんがね、しゅんさん、またじゃあ我々は戦わずして一人を失いましたね。はいはい、シノホンダリタイア、戦闘不能リタイアつって 2B コンティニューですね。はい、これはまあ大きい個人情報はあれですけど、はい、一旦池袋に帰ってそこからなんか明日イベントあるみたいですから ね篠原さん登場戦のなんか深谷ロボットでね、そう特急みたいな、はい、あと投げる、いいぞ、悪くない、竜巻打つよねあそこ打つんですよね。このキャノンはねまあいいと思います。当たんなかった。あそこもキャミ難しいですよね。難しいね、もう二択ですよ、二択。さあこれはバックダンプだった。うまい垂直から当たって、これは打っていった、はい、さあ投げて画面端、お、うまいぞ、これは通る、しつこい、しつこいフーリガン、しつこいですね、荒らしていく、はい、さあ垂直あの距離はね置きやすいですね。うー当たんない、これは台足かくってかくりまして、これ結構ね、ホンダと同じなんですよ、はい、やってることは、はい、やってること垂直して前ジャンプするって、はい、そう、ちょっと足が速いホンダ、これは抜けられない、はい、下がってこれね、わかんないわかんないわかんない、わかんなくなー、踏まない出しちゃう、昇龍が出ちゃった、はい、前歩いて波動拳打ったのかな。さあ出ちゃいましたね。これ我々どうしますか。どうしましょう。篠本田さんがいたから篠本田さんだった。篠さんだったね意外なこの篠さん1号なろうか。僕は1号いきます。いいですよ。アビビンガエルが1号でもいい。ガエルなのあなた。ガエルと本田で2枚使えるっていう、うん、そういうこと。それなんか多分向こうからクレームが来ると怒られちゃうからそう、もうじゃあ行っちゃいましょう。はい、誰が。長州さん。長州さんだって。長州さん行けって。そう、キャミーだけど。はい、いやこれ出したのはね、何ですか。ちょっと展開を早めようと。あ、何、さっさとやれってこと巻きで長州さん、とりあえずちょっと負けてこいっていや、長州さんがバリバリ勝つっていう ね我々としてましたよ ね長州さんってでも結構こう老快な、わあ、今の、あ、なんか我々に協力してくれてますねはい、ビュータ、あ、巻きで負けるときは巻きでね。そうですね、勝ったなと思ったら行く、連勝で。お、波動拳。でもね、拳キャミって結構長引くんだよね。これはね、面白いと思うんですけど。あ、これいつものね、長州老人。あ、長州さんが早いですねあ、早いですね。 あ、早い、これは早い、早い長州さん、これは展開が早い。 はい、スッスッつってね。どうするんですか。小江戸さんいいんじゃないですか。小江戸さんですね、はい、ベガキャミーはまあベガなんで、はい、
巻いてますね。はい。あ、これこのアイコンなんだっけ、重心なんだっけ、重王旗みたいな、なんかそのクマに変身して戦う横スクロールアクションでしょこれ。このアイコンなんだっけ、忘れちゃった。重王、重王旗だっけ、重王旗でしょ、なんかそんな感じのやつ。さあ投げ、あれ今はね反対行って、ね、分かんない分かんない、あ最高から投げる、あ、ありですね。あれね、投げ返しにくいっていうか暴れにくい、ねうん、でもちょっとハックさんに投げられすぎましたね。いやでもね難しいんですよ、ね、あれ投げ前がねベガなんでね。これ同じことを繰り返してるがお互い、ベガの方がちょっと有利な戦いなんじゃないんですか。そうそうそう、全然いい。おっと行く、お釣りが大きいですからね。アントビしっかりしてどっかい、おー何それ何それ、なんかすごい動き。さあこれは逃げてもいいよ、受け身しっかり取ってる、どっか行っちゃう。そうなあ、受けちょっと早くて裏、ね、どっちどっちっつって、さあ展開が、さあさあスパイラルから逃げて、うまくていい足、最高昇竜に最高、うまかったけど最高。どうするんですかね、これチャボですか。そうっすね、わかんないですね。行きましたね、はい、下がっときましたね。ですね、これ難しいんですよね、お互い。これトネピーはキャミーなんですよね。キャミー、キって書いといたでしょ。そうってことは次あたりに、そうですね、出たらチャボーズさんが勝ったままだとまずいでしょう。そこは使わない、僕はそこは使わない。これはもうバイソンとかにね言ってもらってね。はいはいはい、はい、間違いない。うまいぞ小江戸、さあいいぞ。でも長州さんのはねちょっと負けすぎたかな空気を読んでくれたのも。さあ、はい、ちょっとピントがぼやけた気がする、気のせいか。さあ踏んでベガはね、いろいろ攻めどころはサガットに対してあると思うんですけど、うまい、上タイガーから投げかい、おガードしっかりしてる、ちょっと安い、ピヨル、ピヨっていい位置にできない。お、ピントがあった、ありがとう。ブラウン管でザワザワしてるからピントが合いにくいな。あこれは遅らせなんかしない。さあここ大丈夫か、あーっと、でも投げる。あそこはねベガあの後置き攻めは上取るの結構いいですよね、うん、ジャンプからの。さあ大キックいて、投げからの、投げて、まあチャボズさんよく通りましたね、投げられて、はい、あいていて、これがねですね、これがねミドルが強いね、ベガの上タイガーを丁寧に、はい、上タイガー丁寧に混ぜてね、はい、近寄らせない、あ近寄らせない、これはシャボーがうまい、はい、今の猫パン一発いいですね。あどうするか、ゲージもない。さあ厳しくなってきたけど、うわあどっちかわかんない、とりあえず使う、ああ2位、ここは2位、2位でした。ここはどうしよう、小江戸さんやられました、小江戸さんがやられて、バイソン行っちゃいますか、もう。じゃあバイソンで。巻くんだったらバイソン早いかも。さあバイソン出たら相手はどうするんですかね。ニーヤーさんじゃないですか、眠そうですけど。そうですね、ニーヤー先生。さああと上タイガーの、上タイガーの下をくぐってオーバーしてきた。そんなゲームか。あるんだ。すごいゲーム。あとまあ相性これはもう、あーっと安くすんだ、安く、安いのか、全然安くない、全然安くなかったですね。でもね、もしチャボーズさん1枚なくしたとします、はい、あ負けたとします、バイパーさんっていう手もありですね。本当に本当に辛いかもしれないけどそう、きついでしょ、見せどころっていうやつですよ。さあ上タイガー溜めて、もう打てないぞ。さあバックジャンプ交える、バックジャンプ追っかけづらいんですよね、ピョンピョンはね、うん、さあジャンピングサガット、
これうまいとでも捉えますからね、はい、同じことやってんじゃねえぞ。ジャンピングタイガー打ってでももう一回たまるんじゃないか、はい、これアパか。これはもうウィンコンディション刺さって上から行く、はい、暴れる、割っていく、チャーボーが取っていく。さあどうするんでしょうね、開幕が難しい。ブランド下段刺さって溜める、うわ、いて、いて、アパカ打ってった、やる気、一進一退の攻防ですね。まあゲージがもう溜まりそうなのがね、はい、あー溜まってしまった。さあ、まあ、チシャボーズ側としては吐かせたい、吐かせたら死んじゃいますけどね、吐かせて、当て当たりたくはない。そうですね、うわー、いて、いったいった、投げた、投げましたね。どうします、我々裏毛にさんが敗北しましたが、あとは我々3人しかいませんよ。中野、阿部美、瀬尾。僕でも行ってきますか？え、マジで。じゃあ行ってください。ね、はい、トネピア喋っててください。はい、阿部美さんがホンダで行くそうです。個人的にはホンダサガットはやはりホンダ若干不利、6-4とか 5.5 とか、まあそのあたりだと思いますが、やはりサガット有利なのではというね。気持ちはありますが、あーそう、このねジャンプがねとにかくね落ちない、あー、ジャンプが落ちてる、なんで俺の知ってるやつじゃないぞ。飛んで相打ち、痛い痛い、体力が減ってる。こうなると下がっとちょっとどうすんの、頭突き飛んでく。さあ体力リードしてるうちに阿部瓶がいろいろばらまいていく、いて、いった、アパか当たんないやつ、なんか頭突き張り手がどっか当たる。さあベビン、逆にこれ実はホンダに被せるキャラがもういないという実はいない、もう川島さんしか明確な有利キャラがいない、悲しい事態です。意外とホンダを止められない川島チーム、まあ、俺使えるもないから、あと頭突きから、さあこれは頭突きが当たる、頭突きが相打ち、なんか当てていく、うまいあー出しちゃって、削り確定。さあチャーボーズがしっかり取っていった。2回転目100巻、ああの2位からアパカのところは大100巻で抜けれると、中で相打ちになる、なるほどね、ニーヤさんのお勉強。ああチャーパカを横から殴る、これは確定取って、さあいい台足から阿部瓶、ちょっとどうする、どう攻める、火で嫌い、はい、いないです今日ね。さあさあこれは泣けてるぞ、あーアパカさすがにもうやらせないか、どうすんのこれ、これ瀬尾さん、あーこれはもう瀬尾さんと僕しか残ってないので、あの常識的に考えて瀬尾さんに言ってもらいましょうはい、やられちゃいましたね。いや見せ場をここで作った感じなんで、はい、頑張ってもらいましょう、はい、瀬尾さんにねさあ着せずしてキャミーなんかが残ってしまった、使いどころがないキャラさあでも連携してもいいですよ、好きなキャラをお、抜けて、お、これはうち弱タイガーだったから、お、大キックで対空、はい、うまいですね、立ち台系、あいうまい、2ヒットできすぎじゃねえか、瀬尾くん。さあ、溜まった、溜まって無理をしに行くのか、この男、あ、なんかやりに行ってますね、うまい、大パン、うわ、完璧な前になった、さあ、さよならか。戦列維持しながら上も意識してるっていうのがね、ちょっとね参っちゃいますよね、何にもなくなっちゃう ね、あれだと。さあこれは気候圏、ダメージソースがなくなる、ないね、本当にガード、あでも僕1対2対2で勝った方が良かったのかもしれないね、4ヒットちょっと安いおー大キックからチュンリーサマー、もう秋になったぞ、
トネバルログの浅さは好き。まあ浅いキャラですからね、あのキャラ、はい、さあ、おー、はい、抜けて。いや、動き良すぎるわ、瀬尾くんの。でもね、体力リードしてるのはチャボさんですよ。うわ、当たんない。どうすんの、どっからでも射出。うおっと、いく。これはちょっと分かんなくなってきた。戦列で死ぬけど、死ななかった。チャボが粘る。いいね、いいね。これは大変なことになってますね。いいね、僕は負けてよかった。え、あ、大キックが折り際に座って、さあ下がる。おっ と, おっと当たってしまう。ちょっと押されてる。どうすんの。空中で、すげえ、空中で踏みつけやった方がいいんじゃないの。さあ、うまいサガット、これはうまい打ち方。大キック、どうするせよ、こっから。さあ見てる、ガードが間に合ってる。戦列が安い投げか、ガードからくぐって、まだ投げない、投げる、ピンだよ。これは瀬尾さんの頑張り。すげえな、あそこまで投げなかったもんね、ずっとね。チャボさん、いい球だ。あれでも、あれじゃないですか、あのバイパーさんが行きました。エスチューンがよく使うような、タイガーに対して遠目だったら垂直で踏みつけのやつで。まあね、エスチュンリーだと後ろ要素入っててもいいんですけど、はい、X だと真下にしかダメなんで。そうですね、そう、あの球がね出せないんですよね、あれやっちゃうとっていうのがあるんで。多分うまい、投げて、あー、引っかかってしまって、ちょっと多めだと思うよ。 あかん、大丈夫、大丈夫じゃない、くらいで、あー、くらって、まあ今の、ね、読み合いになっちゃうんでね、うん、本当にはまんない。焼き鳥さんが言ってました、あのはめんのが一番むずいって。あ、竜の次にむずいって言ってました。竜、はい、が一番むずくて、チュンリーがその次にむずいって言ってましたね。うまい、まあ、チュンリーもね、逃げるのも難しいと思いますよ。これは行ってしまったね、こうなるとそうフォーク有利側の間合いっていうか、う、ね、体力的な。危ない、セーフ。バイパーさんがいい飛びを見せる。バイパーさんは基本ね、上飛びからだから。あ、さあ今のが引っかかってしまうと、助けて助けて、あ、トネピーの出番か。あ、大丈夫か、大丈夫じゃない、死んだ、大丈夫。あ、トネピー行ってらっしゃいね。さあ大将がトネピー、最高のおもてなしができました。まあここで終わればね、最高ってなるけど、まだワンピーチームは友田さんに、川シムにね、新谷さんに、ゆうべがさんがいるっていう。今のところどっちなのか、五分ぐらいになってきた。さあ細かく、トネピーもこうガン攻めじゃなくて、ちょこっと当てて逃げる的な、頭がいい戦略、戦略か。まあバイパーさんもそんな感じですよね。ね。とうとう、さあ引っかかって。面白い。さあこれ今のしゃがみでスルーは正解ですね。さあ角はないけど、さあ出してしまったけど投げが早い。さあよく出した。またも体力は、まあちょっとトネピーでしょうね今回は。さあ、あとは、あ、おっと、おお、さあ、見せました。まあ、ここで
お疲れ様でした。ワンピーチームおめでとうございます。ただしここからエキシビション行います。残りの駒が友澤さん、川島、新谷、ゆうべがと。さあ誰だ誰だ。あ、バイパーさん締めでいいですよ。バイパールールで残り川島、友澤、ゆうべが、新谷。川島かな、ゆうべがさん。そうですね、ここから残ったこうメンバーは勝った人が残りのメンバーを指名していく、そんな方針でいきます。さあ体力が、おっとこかしてこうバイパー戦略がうまく機能する。ただゼロドットでも気が抜けないのがユーベガ。さあここはコンドルダイブ。さあ立ち台系じゃなくてダブル2できたぞ。さあ裏回りから投げ、相打ち OK。おお怖いぞ、プレッシャーはある。さあちゃんと溜めて、おお最高から。さあ立ち中かカニが強いぞ。さあスパコンで、まあ逃げるか当てるか、あそこは出しますね。ユーベガさん取り返す。そうですね、勝った人がここからは指名ができると。まあもしユーベガさんが勝ったら友田さん同キャラもあるってことですよ。さあここはガードして最高タッチ台系かな、ユーベガさん刺す。さあご指名式ですよ、新谷さんと川島、今そちら回った友澤さんね、新谷。さあ新谷先生、まず先にね川島が行くと思ってたんですけどね。さあ座ったワンピー本田は新谷、我が相撲協会の柱ですからね。ただねこのカードね、こう見てる方はどれぐらいなんて言うんでしょう、理解してるか分かりませんけど、このゆうべ側別キャラなんです。本当5分ぐらいになっちゃいますからね。そうっす、やる気があるときは世界最強のニーアホンダ、もうその通りでございます。おっと回ってしまった。さあここで最高かな、これ納得しないですね、ゆうべがさん。これ納得しない勝ち方、ダメなやつ、ダメです。カーシムだね。で川島がもし勝ったら友澤さんとやるって言ったらバランス的にはいい。そうですね。お、なんか当たりましたね、僕のそこだけは。コメント欄がはいいいですね、はい、あとキック、あー助けてー、ここからは大丈夫、うまい
ユーベガさんのねヘッドプレスがねちょっと異次元ですね、うますぎますよね使い方が。おかしいですよ。さあここは危ない読みが入ってるぞ。投げる、死んでしまう。安定のちょい削りからの、知らない、結構知らない。今のはあれですね、根性値結構減らないね。あったね、あったね。ダルシム減りやすいのでね。投げられて、はい、受け身がないぞ。これは暴れていた。からは下段さよなら。さあこれは残ってるのは、あとはもう東南さんだけですか。はい、さあ同キャラはねつまんないっていうね、はい、話なんですけど、やらざるを得ない。まあね、残機残機とか同義戦とかはね面白いと思うんですけど、さあまあホンダホンダとかバルバルとかよりはいいと思いますよ。いや多分ねこれ結構相当つまんない部類だと思いますベガ同キャラはかなりつまんない部類だと思いますでも解説はできますよ。そうですね、これは、ね、平ハメですからね、いわゆるいわゆる平ハメ、はい、平さんが開発してしまった、はい、同キャラを終わらせるムーブ。何だ、まあコパンで無理やり相打ちになったりする時もあるらしいけど、完璧にやると大体ハマるという。でもその前にあれですもんね、ゲージ溜まってないところで、あ、さっき見たよ前のラウンド、ちょっと距離が変わった抜けて、そうそうそう、これなんです。これがね溜まれば投げる、お、減らなかった。これはどうする。まずはでもこれは1ラウンド上げてもいいんじゃないの。そうはいかない。あーこれ始まった始まった、終わります。あーやばい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 やつだ。サイコマジックヨガサイコマジックそうですね、最高のマジック、最高マジック、最高マジック。さあ勝ったのはユーベガさんでした。ユーベガさんが締めました。面白い対戦カードでしたね。さあということで、じゃあ今日はなんかそこはノーコメントですね。こんな感じの画面でしたけど、はい、まあ、僕が目指してた11時に終わるっていうのはぴったり、はい、てっぺんちゃんと、ね、ぴったり、お尻ぴったりですか、はい、ぴったりですねさすがでございます。はい、ということで、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、じゃあマジックなんかこう多分これで配信の方は、このままこの画面を流すのかとりあえず終わりにするのかはちょっと、譲りますどうもありがとうございました。ちょっとぐだってしまいましたけど、ちょっと直撮りで、申し訳ございませんでしたが、まあたまにはねこういうのも、はい、まあ、でも人数多いのはすごい喜ばしいことです ね、 そうですね、今日はちょっと多かったですね、はい、ちょっと筐体少なくてね申し訳なかったんですけど、あ、じゃあ勝ちチーム、ワンピーチーム、ちょっと写真、はい、まああの写りたい方だけでいいんで、ちょっと写真撮らせてください。あ、ビンさんのトークコーナーはあるんですかね。さあ僕がお話しできることは何でしょう。とりあえずね今日Xサガットで参加していただきましたね、宗男くん、もう皆さんこう顔を見てうわーっていう喜びの声が上がりまして、で、ま、皆さんこう、ま、配信も見てらっしゃる方はねまだやってたりやってない方もですけど、いきなりこうやっぱりなんかゲーセンからいなくなっちゃったなみたいな方は、そうやってる側としては寂しいので、いつか戻ってきてほしいなっていう、本当みんなね話してたんですよ。もうこういうのはね嬉しいですね、年1回でも。でも実際3、4年宗男君はヘイとかでも姿見せなかったと思うんですよね。まあ、また皆さんもこうゲーセンあるうちに行けるうちにいらしていただいてバリバリ対戦しましょう。よろしくお願いします。
あとね、僕はそう、この前誕生日を迎えたんですけど、何歳になってもね、僕は女の人ではないので、こう年取ってしまったなみたいな、そう嫌だなみたいなのも、まあ何も考えてないんでないんですけど、 おめでとう的なあれは嬉しいですね。あ、そうね、今ですね、そう、まあここで何て言うんでしょう、ビーズのコメントが来たんですけど、ハスラーのツイッターアカウントに、そう、私そのアベビンがちょろちょろ登場するんです。ハスラーその仕事の関係と、携帯、まあ家パソコンなんですけど、携帯がパカパカでほぼこう書き込めないんですよ、ツイッターに。でまあ書き込んでも忙しかったりしたら1日2日後に書き込みみたいな感じなんで、で一応なんかハスラーのビリヤードビーズ動画に僕の声とかも入ってるので、そうそうですね、僕がちょっとできるときはそのリツイートとか軽くリプしてよみたいなので、まあ依頼されたと言いますか、はい、を今写真を撮ってますよ。で僕がたまにツイッター荒れます。でそのビーズね、サブキャラでも他のキャラでも欲しい人はあのハスラーこう DM してくれれば、それでですね、さっきあのホンダの話したんですけど、そう、まあ、新谷さんも込みでホンダは結構結束が固いんです。そうみんなね、親方衆はあの喧嘩しないで頑張りましょうみたいな、そんな立ち位置なんで、また何かあったらこうホンダで紅白戦は多分しないと思うんですけど、あの集合写真とか撮ると思うんで、その時は見てあげてください。で今あの配信映ってるのは手前があのチュンリー瀬尾くんですね。向こう側は多分キャミなんでトネピーだと思います。そうですね、セーター祭、僕そうドルオタなんで、まあ地下の方がメインなんですけど、生誕祭って言葉よく聞きますし使いますね。僕はもう何にもないんでいらないですけど、皆さんもこうお誕生日、身近な方、家族ね、恋人とか、まあご自身のもそうですけど、甘いケーキ食べてください、美味しいです。でも糖尿病には気をつけてください。風邪ひきやすい時期なんで、あとね、北海道もこう地震とか今そうですね、三次災害とかで大変なので、何かそう協力できること、まあね、こっちでもあったら嬉しいなと思うんですけど、まあ皆さんこう本当健康、心も体も元気でいてください。じゃあ私何かありましたらお答えしますけど、そろそろなんか対戦1回ぐらいやりたいなと思うので、ここら辺で締めさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。またコメント見たらあのあれです、あ、ミーさん明日深谷区、そうですね、先ほど私のチーム 2P のあの篠本田さん、もう電車のお時間で帰宅されたんですけど、明日本田じゃないですね、あの深谷ロボット対戦会ありますので、あとその対戦会がなんかあれですね、安室ちゃんお疲れ様でしたと言ってました、篠さん。それに便乗じゃないですけど、深
会や対戦会やりますターボ大会ですとおっしゃってました。ターボね、剣とかだとしゃがみアッパーとか面白いですね。まあ、ホンダはちょっと変な百貫が出たりしますけど僕は使えません。うん、美味しそうで、僕は深谷行けるかは分かりませんけど楽しそうです。明日深谷ロボットターボの対戦会なんです。ターボ面白いですよね。ターボはガイルとかサガットが弱くなってた。ガイルはね変わらない感じ。そうですね。トネピーちょっと喋って、今そのターボ何深谷明日ロボットで対戦会でターボの対戦会ビンは行くの。ビンはありがとうございます。僕ね安室ちゃんの当時、うん、東京ドームとか行きましたよ。当時90何年ってこと。そう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 、すごい全盛期。最初はね安室奈美恵ウィズスーパーモンキーズっていう、あの沖縄のね、沖縄のアクターズスクール、アクターズ広島とかだとパフューム、で安室ウィズスーパーモンキーズっていうのは今でいうマックスなんですね。はい、はい、そう、仲悪くなったのか安室だけなんでやみたいな、多分いろんなことはあったのかどうかは分かりませんけど、まあ、そこから安室ちゃんもずっとピンで小室ファミリーでやってきましたね。確かにね、本当にお疲れ様で、はい、あの歴史を、はい、皆さんちょっと喋ってくださいね、ガムジャパの話題。さあ、はい、でそう明日ターボなんですよね。そうターボの話をっていう、ね、ターボもなんかできる、はい、ターボの話僕知らないですけどね。ターボちょっと皆さんそこだけターボの時喋ってほしいです。ターボ93年だから3歳ぐらいでしょ俺。僕ターボちょっとやったけど、あ、やったんですね。そこでさよならになっちゃったんです。僕まあ僕の戦歴っていうかそのスト2歴はあの立ってやるバンバンって殴るワンね、それねワンってワンでやっワンでしょ、あのもう稼働圏2回ぐらいで死んじゃうやつ、ね、そうです ね、はい、川崎のねウェアハウスでありましたそうなんだ。でもよく出ないんだ、あれが波動も昇竜も、まあね、あのね入浴が厳しいんですよね。はい、はい、お中野のターボみたい。やったことないですけどね。逆に面白いと思います。スーファミのターボならやったことある。どう違うんだろう。いや結構違う。違うんだ。技がねなんかなくなってたりするんですよ。あの容量が少ないからスーファミの。ああ、カットされてる。そうそうそう。はい。あ、そう、それで僕はバンバン殴るやつから、はい、当時の真空投げの一つ初代。はい。やって。でターボをやっ、あ、ダッシュをやって。そこからターボをちょろっとやってさよならしたんです。なるほど。ただその時にあの皆さんがここでいるニアさんもあの足運ばれてたんでしょうかね、その明大前のなんとか並木ですか。並木、並木行ってたんですか。僕その超近くに住んでたんですけど。並木行ったんですか。でも行かなかったの。あ、行かなかった。違うゲーセンでなんかあの旬とかあるあのバーチャファイターみたいなの一人で遊んでたような。でもその時はあれなんですよ、渋谷の今でいうセンター街入り口、はい、スターバックスあるとこゲーセンだったんです。であれやってたんです。 EX プラスポリゴンっていうんですか、はい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 、あれ好きだったんです。でも X とかスーパーとかハイパーとか知らなかったんです。知らないまである。知らなかったんです。そう、さあ渋谷会館は地下にレインボーがあって、3階目、まあ中2階3階とかなんか中途半端な階なんであれなんですけど。そうなんだ、行ったことないけど。そう、上の方にあのハイパーがありました。じゃあでこれは何のこれ何これ何の話なのこれは。何の話なん、何の話なんこれ。ちょ全然わかんないけど。でターボは、あ、ターボの話なの、これはターボの話なのこれは。そう、うん、ターボは
ターボザンギもやばい。うん、まあ、わかんないけど、当時はどうだったのか知らんけど、多分当時は剣使う人が一番多かったと思うけど。剣はね、楽しかったと思う。壊し入ったら終わりみたいな。あとなんか動きがなんか変だから、多分、はい、剣で空中竜巻したいだけの人が多分8割ぐらいだったんじゃないですか、あのゲーム。あの大勝利のすごい軌道を。そういうことをやりたいだけの人が多分多かったと思いますけど。はい。でもあの、ハイパーの、投撃予選の時は、はい、マツーさんとかもターボ剣使ってたり。そうなんですか。そう、結構ネタを披露してくれました。だから明日もしね、当時、まあ、今から研究されてもいいんですけど、あのターボ剣使いたい方は、はい、面白い動き見せてほしいですね。隣合ってやるやつの台かな。なんか前なんか行った時に、なんか初代かダッシュかが置いてあった時は隣り合ってやる台だったんですけど、はい、はいはい、まあそんな感じになりそうですね。あー、はい、どうですね。おっとこれは、はい、さあ、はいはい、ターボはね、はい、まあ対策で出たやつだから。あ、そうなんですね。そう、さあ、え、これ何、これ何、これは結構何時までやんの、これ全然わかんないけど。ということで、はい、はい、ですね、そろそろ。ホンダは弱いんじゃない。ホンダは、あ、なるほどね。 あの今の S ホンダの前に動いて後ろに下がれる張り手がターボからですよ ね。でもまあ、あのキャンセル何もかかんないから超つまんないんですけどね、 あのキャラね、マジで工夫のしがいが一切ないっていうね。はい、あ、そうですね、はい、ということで何かね、いや、トネッピーとか、まあ隣に新谷さんいるんですけど、あの奥が深い話は何もできないんでそう、ビントークはダメダメなんですけど、お付き合いくださってありがとうございます、うん、さあ、あ、これね、瀬尾くんがちょっと無双してるんじゃないのかな。で、明日行くの。明日僕、いや僕ね、ちょっとね、あ、用事が、あ、そう、誕生日って言ったんですけど、免許の僕、先日、おめでとうございます。ありがとうございます。12日だったんです、はい、で免許の更新が今年だったんです。で、うんうん、一応あの運転免許3ヶ月前とかにね、そう、やるやつね、誕生日からプラス1ヶ月。あ、1ヶ月だっけ、なんか忘れちゃったけど、なんか 前後ね、前後なんかあるやつね、はい、そうなんです、はい、で明日行く予定なので。あ、そうなのね。そうなんです、休みじゃないといけないもんね。そうだから深谷行っちゃうと間に合わないって。僕一応東京都民なので。あ、そうなんですか。そうなんです。あとはね、だからまあゴールドになりますよ、ゴールド。なるほどね。僕が行くかどうかは新谷さん次第なんで、ちょっと新谷さんとコンビで行くっていうのは新谷さんがなんか出かけるならついていこうかな。今のこの中野行くなら行くって、あのどなたなのかなって。さあ、ハクさん、明日は行けるの？明日行けない。今日でもいい活躍でしたよ。いいね。な、今日もうあそこまで。明日は何、可愛い子来ないの？可愛い子？うん。あ、僕火曜日に可愛い子ゲーセン UFO キャッチャー取りに行く。何の話をしてんのか全然わかんないけど、何誰の話？では僕の話、あなたの話ね。あの深谷の話を今してて、深谷はね、深谷に可愛い子は明日来るんですかっていう、なんか前回来てたじゃないですかね、メーハムちゃん、わかんないけど、まあ来てた。そう、うん、長野の方って。あ、そうなの。行ってました。そんなとこから来たの。そう、大変ですね。なんか調べたら長野から一番近い疎通が深谷だったらしいんです。あ、まあね、あの NASA とかなくなっちゃったしね、長野からね。うん、さあ、
コスプレが来てるからなんか先月行った人は結構多そうですよね。あ、奥中とか目当てで ね、そう、結構ガチで、ま、本当あれですね、そういう付加価値とかなんて言ったらいいんでしょうね、ゲームじゃないところでもそうやってレイヤーさん込みで盛り上がるっていいことですよね。そうですね、いろいろやり方があるんだなって気づかされましたね。はい、あ、はい、じゃあ明日免許更新頑張っていただいて、ね、行った方がいいですね、はい、まあ、深谷行かれる方はハイパーじゃなくターボですよ。ターボがあるらしいので、ね、はい、楽しんでください。トネピーももし行かれるようでしたら、あ、そうです、なんかターボ話、お土産話、意地悪な意地悪なことをしましたね、はい、さ、戻しましたね、倒れましたね、もう何が何だかって感じですけどね、もう訳がわからんですね、はい、さあ今ゆうべがさんが直してくれる。ゆうべがさん優しいですね、ゲームでは怖いですね、ゲームないでは。いや、オッケーオッケーオッケーです、オッケーです、ゆうべがさんオッケーです、はい、そう、レイヤーさんいいですね。トネピはレイヤーさんとか好きですか？いや、あんまり別に好きでも嫌いでもない、まあ嫌い、まあ、まあみたいな、頑張ってる人もおるなという気持ち、まあ、僕もわからない世界なんで。そうなの？そう、本当にそう。アイドルとは、地下アイドルとは違う？ちょっと違うと思います。違うんですか？そう、そういうイベントだけにみんなカメラ持って行ったりしますよね。僕カメラとか、いや大丈夫ですよ、もう大丈夫大丈夫、うん、そう、カメラは、ね、意外なサービス精神持って行かない人なんで。あ、そうなんですか？そうなんです。あれはでもチェキは取るでしょ？チェキは。チェキいっぱい取れます。チェキは取るもんね。チェキがあるからいいもんね。はい、お坊さん対ゆうべがさん、じゃあ次ね、今カワシムが入ってると思うんですけど、カワシムさんですかこれ、ね、もし勝ったら今ね、画面をゆうべがさんが、ゆうべがさんがね、あ、それぐらいでいいです、最高です、はい、ありがとうございます、最高ですよ、はい、OK です、はい、さあ締め投げたね、さあ、へえ、中野さんはコスプレとかしないですね。あ、僕ちょっとそういう明るいことは絶対しない人間なんで陰キャなんでね、はい、僕は何キャですか、はい、何キャですか、分かんないです、分かんない、不思議とかって言われる系の人じゃないんですか、多分いいおじさんなんですけどね、まあ、カテゴリーするのは良くないです、カテゴライズは良くない、さあ、あ、そう、さっきね、新谷さんね、いましたよね、で長州さんも今日いましたね、 いましたね、で、まあ、何歳とかいうのはあれですけど、同じ年でなんかあれです、新谷さん団では、うん、長州さんの方が遅く生まれたのが、あ、何、その今挙げた人たちは同い年なの、同い年みたいな、へえ、多分そうなんですか、確かなんですけど、気に食わない、気に食わない、新谷さんが、そう、あんな老人っぽいのに的な、なるほどなるほどね、そういろいろですね、考え方も、まあまあそうですね、そうですね、まあ何の話だって感じですけど、これが強い、これどれぐらいでしょう、チュンリーバイソー、お、急にゲームの話、そう、ゲーム 6.5 ぐらい順利ありますかね、うん、まあなんか理屈はね、理屈上はね、うんうん、あパンパンパン、お、バイソンには繋がるんですね、 あれがね、読んだ、はい、あれめくってフライってサマーのやつもありますよね、まあありますけど正面でも、天章が繋がるというね、はい、長州さんは年金、長州さんも、長州さんは初代闘撃に出てますからね、闘撃プレイヤー第1回闘撃に岡山代表で出てますから、あーすごいな、はい、来たんだ、じゃあ、うん、なんかよく来てたらしいですよ、なんか昔の話を聞いたら、長瀬にも行ったし、はい、東京にもよく来てたって、そう、通しに、うん、若い頃、わかんないけど、一気に来てたのかな、流行ってた頃来てたってだからなんかゆうべがさんも知ってましたよ、
あ、長州さん、そうです、永瀬に来てたよって。すげえ長州さん、そうそう、尊敬。ちゃんと昔からいろんなとこ行ってたみたいですよ。新谷さんは当時長州さんのこと見た時ありますか？でもまあ、永瀬に行った時に偶然会う以外は、あ、でもあるのかな。東京にも来てた、そう、東京に、そう、東京にやっぱ、目撃情報があるので、まあ長州さんが嘘をついてないということがこれで判明しましたね。長州さんが昔挑発だったから、長州さん、さすが新谷さん情報、ね、うますぎだろこいつ。さあ、うわ、あれ見てる、すごいな、反応してっていうね話ですよ、長州さんは。僕その闘技教戦、長州さんと一回組んだ時ありますよ。あ、そうなんですか。突発で、 いつのやつ、ツーオンの方、ツーオンですね。あ、はい、じゃあハイパーの時、ツーオンはハイパーでしょ。 X で、あそこです、デイトナ式予選。あ、2008年、 X でやった時ってことそれ、はい、X は3-4とかじゃない、8年、10年、うん、あ、ハイパーなのか。ハイパーは2-4ですよ、はい、そうなんですよ。あわゆくば勝ちそうになりました。へえ。あと僕クロスさんともここのね、ニュートンじゃなくて志村ニュートンで、はい、突発で組んだんですけど、へーへー、あの無敵キングとシキバイソン、悲しいですね、ちょっと倒しそうになりそうだと。本当にすごいね、そう、やばい、そういう過去もあります。だからありますね、突発で組むのも面白いと思いますね。そう、なんか決まったメンバーとだけっていうよりも ね、そう、この後も2オンのエスト、エクサ、はいはいはい、アベビンさんが出、アベビンさん出られないよね、攻撃プレイヤーなんですよ、出られないよね、ダメなんですって。ダメだよね、そう、ベスト4かなんかだから、あ、じゃあ準優勝なんです。準優勝ってダメ、ダメなんだ、ダメなんだ、へえ。準優勝まではダメ。あとなんかバーサスが3階なんですけど、その上でが入ってる時に、 あそこであった5オンかな、5オンでも優勝してる、オンブニーダッコで優勝しちゃったんですよ。そうなんだ、じゃあダメだな、ダメなんだ、ダメだね。そう、まあ、ウィンさん出ても困るしね、あの大会。あ、そう、うん、困っちゃうよ、ぶっ壊しちゃう、うん、困っちゃう、困っちゃう勝てねえもん。川又さんが出れるのずるいんだよな。ん、川又さん出れるらしいからな、あれずるいよな。トネピー、去年のビッグワンでの大会、はい、すごかった、ね、去年はね、あんますごくなかったんですよ。去年ペルオさんと組んでね、予選で負けましたよ。当日パッと組んで、はいはい、なんか統一予選みたいなのやって、パッと負けました、はい、あれじゃあ一昨年、あ、そうだ、いや、すごい試合だったよ。運が良かったですよね。いやー、きついキャラと当たんなかったし、まあ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 、でもそれも最後の最後についにバイソンが来てしまったみたいな。いやー、でもね、ついにダメなキャラが来たっていう。あの時ね、トネピーフィーバーが起こりましたよ、マジで。いやー、運が良かったですよね。いやいやいや、うん、僕だって運でしか勝ってないもん、ゲーム。もう分かんないけどね、そう、うん、うまくないし、誰よりも多分ね、この一つ長いことこう表で出てる中では一番下手ですからね。長いことっつっても、まあ中断期間もあるしね。あ、そのこの表で、表でね、やってる中では一番下手は間違いない。本当ですか？知らない。これゆうべがですよ。知識がない。さあ、そういいですよ。これはやっと見れた。雪のふさんがね、はい、デブ症っていうか、マジで都市伝説なんでね。ああ、いや、トネピーと、あ、どうもお疲れ様でした。雪乃さんと連絡つく人って、花椎さんぐらい、花椎さんぐらいなのかな。え、何、雪乃さんと連絡取れる人って。いや、そうでもないと思うよ。あ、そうなんだ、まあ、その埼玉出身の、埼玉の人は結構いけるのかなっていうね。ぼちぼち取れると思う、あんまりね、出てこないからねっつって。さあ、そうですよ、今ゆうべがさん映ってるじゃないですか。ゆうべがさんなんでね、これ、その雪乃夫婦はデビュー戦が池袋のラスベガス杯。そうなんだ。そう、 X 流だった。ゆうべがさんと決勝当たった。そうなんだ。そう、何でも使えるからな、あの人。そう、
まあ、トニピーも似た感じですけどね。まああの好きなんで、雪乃さん好きなんで、やっぱ、雪乃風イズムをやっていこうって、何でも使える人間になりたいっていう ね。はい。あ、セオッチ。セオリベンジ。セオッチ。カチャンとコインを入れた。雪の風中ので出てほしい。手よ。連絡つかないんで。ゲーセンでしか会ったことないからな。じゃあ連絡先を。ゲーセンで会った人だろみたいな感じの。ね。聞けばいい。大丈夫。おい。そうだよ、雪の風キャミーもザンギも。何でもうまいもんね。そう、強かったよ。サガットもうまいし、フォークもうまいしね。バイソン、ベガもうまいしね。バイソンもできるし。そう使えないキャラおるんかなっていうぐらい。まあ、チュンリーは見たことない。チュンリーはほぼほぼ見たことないね。そう。バルログとチュンリーだけは見たことないけど、それ以外はだいたい使ってる。まあ A4 さんもね。そうですね。強いからね。強い。A4 さんにはA4 さんにキャミー使われたらちょっと多分一番強くなっちゃうんで使ってほしくないんですよね。やめてほしい。うん。あのキャミーって名前に仲がつく方ばっかりなんだね。ね。偶然ね。はい。中キャミーもおったしね。中さんもね。中村キャミー、竹内さんもね。ね、まあ、この界隈だと社長キャミーもかっこよかったですね、強くて、ね、あんまり全盛期知らないけど、はい、ニアさんアドバイスしてきてください、セコンドについてください。さあ、うえ、さあこれは投げて、ピオリーチだ。あ、じゃあそろそろ僕は対戦まだ一回もやってないので戻りたいと思います。どうもありがとうございました。配信切りますか？切りましょう。じゃあ、はい。じゃあ今日はありがとうございました。なんかあれば。はい。じゃあ配信は今日はねこれで終わります。あと一応ですね、宣伝というか木曜日、大山に言うと木曜日一応ストツ X。最低5セットある状態なんで、あの対戦したい方ぜひね、木曜日です、毎週木曜日ストツ X5 セット、最低5セット入ってますんで、ぜひ遊びに来てください。じゃあお疲れ様です。